2018年2019年大会の開催コース発表および調印式を執り行います。2018年、開催コース、千葉県房総カントリークラブ房総ゴルフ場で開催をいたします。今回山村社長と、この合意に至ったんですけども、山村社長は日本プロに向けて、コースの改造もこれから取り掛かるぞとすごく意気込みを持っていただいているので、ぜひコースはJGTO それから PGA でやってるチャレンジもやってるコースなので皆さんよくご存知だというふうに思うんですが、チャレンジをやってるコースとはまた違う趣を持った日本プロゴルフ選手権にしたいと私は思っておりますので、これもぜひ、1年前の、視察プレーも含めてですね、ご期待していただければというふうに思います。19年の方は、鹿児島県の指宿ゴルフクラブ開門コースで行うことが決定いたしました。本当に3日ぐらい前にやりましょうという言葉をいただいて急遽副社長にご列席いただいたという状況だったんですけども、これも今年、昨年から深夜の試合を始めてですね、それまでは皆さんもご存知のようにカシオワールドをずっと長年やってらして素晴らしいコースっていうのは分かってたんですけども、やめられてやっぱ寂しいなということで深夜の試合を4月というでやっていただいて、私が去年優勝いたしまして、その時に社長それから4月の社長を含めですね、どうですか日本プロはって言ったら面白いねということで、ずっと口説いてたんですが、本当に3日ぐらい前にやりましょうというお言葉をいただきました。18年19年が決まって、ほぼ一段落をするのかなというふうに思っております。これも昨年私たち調印式の中でも言ったんですが、日本プロゴルフ選手権やはり、2年先3年先が決まっていって、初めて我々としてはいろんなセッティングやいろんなことができるんだろうというふうに思っております。でゴルフ場にとっても、2年3年あれば例えば改造それから、告知集客等も含めですね、いろんなイベントも組んでいけるということで、そういう意味では我々の願いがずっと叶っているということであります。これからもやはり2年先3年先を目指して、コースを決めていきたいというふうに思っております。今までもゴルフ業界のためには微力ながら尽くしてきましたが、今回一大決心をいたしまして日本プロゴルフ選手権を開催することにしました。皆さんぜひご協力のほどよろしくお願いします。我々の、ホテルゴルフ場はですね、大体昭和40年代に開場となり、もう長い歴史の中でですね、先ほど倉本会長からもありましたように、約24回カシオワールドオープンをさせていただいて、今現在は4月シニアトーナメントをさせて、いただいているコースでございます。当時私のもう亡くなってしまった先代の会長がですね、ゴルフ場を作りにあたり、創業者であった先々代とですね、話をする際にですね、一流の設計士、に作って、が作るならば作っていいという条件をもとにですね、井上誠司さんの方にお願いをして、設計をしていただいたゴルフ場でございます。そのような思いの中ですね、今回日本プロを2019年にさせていただくことを非常に光栄に思っております。またそれと同時にですね、また3年先の話ではございますが、万全な準備をしてですね、素晴らしい大会になりますよう、頑張らさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあお願いします。ご注意ください。